山本由伸、メッツに続いてヤンキースとも2度目の面談。オリックスからポスティングシステムでメジャー移籍を目指す山本由伸投手25が移籍先の有力候補の一つとされるヤンキースと2度目の面談を行ったことが分かった。山本サイドの要望で実現、メジャー通算257本塁打のアーロン・ジャッジ外野手31が同席した。ニューヨークポスト紙は山本がメッツのスティーブ・コーエン球団オーナー67の自宅で会食したと報道。ニューヨークに本拠地を置く2球団の接待構成を受けた。ドジャース行ったな、頼むからヤンキース行ってくれや、東地区とかいう最強地区でどれだけやれるのかみたい。ドジャース多分振られたやろこれ。家電量販店でテレビとか冷蔵庫買うわいみたいやな。 W 大谷が後払いで山本由伸獲得しようとしてたのに、これじゃあただ戦失っただけじゃん。山本、大谷には憧れてません。大谷しゃあないな、今長くん合格や。ドジャースあんなにガチってたのに2回目の交渉すらしてもらえず、ニューヨーク行かれててくさ、あんだけ塔壊してたらそりゃ嫌だよな。こっから大谷が鬼伝したら面白いやが、日本人選手ばらけてまんべんなくいてほしいからヤンキースやな。ヤンカスの手のひら返しみたいからヤンキースでいいよ。ドジャースもだけどメッツ行くとお願いしてた通訳の人いれんし、ヤンキースなんじゃね。今のヤンキースって実質チュニドラエンゼルスみたいなもんだからな。ご視聴ありがとうございました。